皆さんこんにちは、キミドリです。以前奇妙な見た目に改造された銃のことを指すカースドガンを紹介する動画を上げたんですが、今回はその第2弾になります。一種のミームとして広まっているだけあって、まだまだ探せば出てきますので、また見ながら軽く分析をしていきたいと思います。第1弾の動画もまだの方はぜひご覧くださいね。また今後もこのような銃やトイガンにまつわる様々な動画を上げていきたいと思っておりますので、よければチャンネル登録いただけますと励みになります。まずはシンプルなところからいきましょう。はい、変態カスタムですね。ベースの銃はおそらくシングルアクションアーミーのクローンであるスタームルガー社のバケーロという銃かなと思います。それにアンダーバレル用のグレネードランチャーが無理やり装着されています。一応本体はリボルバーの方ですが、威力でも存在感でも完全にグレポンに食われちゃってますね。まだバントラインスペシャルと呼ばれる重心の長いモデルだったらバランスが取れなくもなかったかもしれません。もちろん実用性はお察しですが、グレポンを左手でフォアグリップ代わりに持てば割と安定はするかも。ただこの状態だとランチャー側のトリガーがめっちゃ引きづらそうですね。でもまだまだこいつは序の口です。お次はこちら。一瞬あれ銃はどこってなりますが、この小さいやつですね。この銃は NAA というメーカーのミニリボルバーという銃で、その名の通り全長が 10cm 程度しかないポケットサイズが特徴です。それにホロサイトとフラッシュライト付きフォアグリップがちゃんと固定されているかは分かりませんが装着されています。もはやアンバランスなんてレベルじゃないですね。実用性に関してはそもそもこの状態だと銃のトリガーやハンマーが干渉しそうなので、ちゃんと撃てるのかどうかも怪しいところです。それでも隣ではタクティカル仕様と称して1000ドルの値段が付けられています。もちろんネタだと思いますが、かなり強気ですね。しかもよく見るとその下にアクセサリーは含まれないと書いてあります。結局はサイトもグリップもついてこないということで、ぼったくりもいいところですね。続いてはこちらです。はい、これも典型的な変態カスタムの一種で、アタッチメントをできるだけゴテゴテと持ってみたというやつですね。画像では M4 タイプの銃で、それにエイムポイント系のドットサイトをつけられるだけつけていますね。一応数えてみると見えない逆サイドも含めて11個ほどついてると思われます。当然まともに覗けませんし、下についている分は全くの無意味ですね。フロントヘビーで構えるのもきつそうですが、威圧感だけはありそうです。こういう実用性皆無のアタッチメント盛りって、タルコフみたいなゲームでもできたりしますし、視聴者の皆さんの中にも覚えがある方がいるかもしれません。続いてはこちらです。第1弾の動画でファマスをブルパップじゃなくした画像を紹介しましたが、それの L85 版的な感じです。元になったであろう画像と比べてみると、フォトショップか何かの加工でマガジンとグリップの位置が入れ替えられています。ついでに廃墟ポートの位置も映されているので、全体でなんとなくバランスが取れていて、そんなに違和感はないですよね。実際にこういう試作型が作られたと言われても信じるかもしれません。もう一つ同じ系統いきましょう。こっちはステア AUG を非ブルパップ化した画像ですね。マガジンを前に持ってくるにあたってスペースがなくなるので、ハンドガード的な部分が追加されて重心が伸ばされています。ついでにトリガーガードの形も一般的なものになっていますね。なんとなくそれっぽいフォルムに仕上がっていますが、この感じだとちょっと銃の機関部が収まるスペースがなさそうな感じがします。実銃で再現は厳しそう。皆さんはこういった非ブルパップ化銃お好きでしょうか？僕は割と好きです。この前の動画で取り上げたブルパップの弱点も解消できそうですね。続いてはこちらです。はい、なんてコメントしたらいいですかね。本体のベースはイングラムマック11で、おそらくエアガンですかね。それの前面にいろいろなキャラクターの笑顔のプリントが施されています。よく笑顔 T シャツとかパーカーとかネタで売られていたりしますが、それを銃にまで持ってくるとはなんとも素晴らしいなと思いました。よく見ると後ろのストラップの方も顔仕様になっているというこだわりようです。これをサバゲーに持っていったら色々と注目されそうですし、精神力も鍛えられそうですね。さて、ちょっとだけお下品だったので中和しましょう。こちらです。あら可愛い。こちらは寝転がっている猫ちゃんにマガジンやサイレンサー、ストックにスコープを装着というか並べて、なんかそれっぽくしたキャットガンでしょうか。毛玉でも発射するんですかね。まあもはや銃じゃないやんという声が聞こえてきそうですが、発想が独特だという点で取り上げました。ネタとしてなかなか瞬逸ですが、このご時世だと動物虐待だって主張される方が出てきそうで、ちょっと世知辛いかも。ちなみに他でも猫を銃のように持つ動画があったり、とある FPS ゲームでは猫型の銃が出てきたり、また別のゲームではサプレッサーになっていたりなど、こういった猫と銃を絡めたミームは割とよく見られます。さて、ちょっと脱線してしまったので戻しましょう。続いてこちらです。 M4 の上になぜかアイロンが雑にくくりつけられていますね。なんでって感じですが、勘の良い方であればどういう意味かもうお分かりかもしれません。アイロンは英語で書くとアイアン、つまりこれが本当のアイアンサイトっていうことです。はい、一発ネタですね。なので実用性だとか細かいことには言及しません。
続いてはこちらです。はい、世にも奇妙なポンプアクション式のリボルバーです。この画像の正確な出自はちょっとわからなかったんですが、銃本体はおそらくこんな感じのリボルバーを元にして作られたハンドメイド品ですね。警察が押収したものなのかなと思いましたが、とあるサイトではエクアドルの警備員がこれを装備していたと書かれていました。銃についてみると、このポンプアクション機構とシリンダーの回転が連動しているとは思えないので、実際にこの持ち手部分は機能しないダミーでしょうね。実体は単なるダブルアクション式のリボルバーだと思われます。じゃあ何の意味があるんだという感じですが、こうやって長い銃身や持ち手をつけていかついショットガン風にすることで外敵に対する威圧効果を高めているのだと思われます。元のハンドガンよりもショットガンを向けられる方が強く見えるし怖いですよね。これと似たような趣旨の画像がもう一枚あります。こちらです。これはブラジルにて警察が犯罪者から押収した銃らしいですが、エアガンの G36C の側に穴を開けて中に実銃のリボルバーを仕込んでいます。取り付ける際に銃口をクランプでロックして固定し、ロングバレルっぽい感じになることで性能が多少引き上げられるらしいです。ですがこれもどちらかというと見た目を威圧的にするのが主な目的でしょうね。途上国のギャングは本物のアサルトライフルを手に入れるのが金銭的な理由などで厳しいので、こうやって安く見かけ倒しの銃を作ることがあるそうです。まあ確かに合理的かもしれないですね。続いてはこちら。またまたコラ画像が来ました。ベースの銃はお察しの通りデザートイーグルですが、グリップとスライドの後ろ側がやたらと引き伸ばされています。これどういうことかというと、バレットなどの対物ライフルで使われる50口径弾 12.7×99mm を使用するよっていうネタですね。この弾は全長 14cm くらいあって、本来のデザートイーグルの弾薬の3倍以上の長さがあるんですが、それが収まるように引き伸ばされているというわけですね。でもこれどうやってグリップ握ったらいいんですかね。最後にこちらです。はい、ネタスキン系ですね。ベースはグロック19だと思われますが、全体的にピンク色に塗られ、表面にはボッチザロックという人気漫画アニメのプリントが貼られています。つまりボッチザグロックということですね。海外でこのボッチザグロックはなぜかミームになって、他にも色々な作例が作られました。僕自身はこの作品にあまり詳しくないんですが、これも海外に誇れる日本の文化と言えるんでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろいろとツッコミどころ満載なカーストガンたちが登場しました。このテーマはネタにこと欠かないので、需要があれば第3弾も作るかもしれません。今回はこれで終わりますが、他にこんな話題を取り扱ってほしい等の要望やその他リクエストなどありましたら、コメント欄で教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。